旧唐津銀行本店は、佐賀県唐津市にある伝統的建築物、辰野金吾記念館とも、現在の佐賀銀行の前身の一つであった、唐津銀行の本店として使用された建物。現在の建物は1910年に着工し、1912年に完成した、同校の頭取りを務めていた大島小太郎が、唐津出身の辰野金吾に設計を依頼、 辰野の監修のもと、弟子で、清水万志助店に入店していた田中みのが、実際の設計を手掛けた。外壁には、赤レンガ調タイルと白見かけ石が用いられ、他にも、アーチ窓や、見かけ石バルコニーなど、辰野様式の外観の特徴を受け継いでいる。一階に、銀行カウンターを介して、吹き抜けロビーと執務室があり、二階部分には応接室。 会議室などを配置。貴品室の天井や大理石製マントルピースなど、品位のある衣装が各所に施されている。1997年まで、佐賀銀行の建物として使用された後、同年に唐津市へ寄贈された。その後保存修理期間を経て2011年より一般公開されている。この時、外装をはじめ照明器具、カーテン、 絨毯などにもこだわり、創建当時の姿に近づける努力がなされた。現在は、旧唐津銀行及び、唐津市の歴史や文化を紹介する常設展示が行われているほか、コンサートや展示会等のイベントが不定期で実施されている。2002年に、唐津市指定重要文化財に、また2017年には、佐賀県指定重要文化財の指定を受けている。ありがとうございます。